滝部駅は山口県下関市方北町大浅滝部座、森友にある西日本旅客鉄道3位本線の駅。事務官コードは80万709。長戸市駅畑西駅間における数少ない友人駅の一つで朝晩には両方向へ折り返し列車が設定される。かつては特急、磯風、号も停車していた。対象期に 山陰本線最後の連結区間として、この地域の鉄道敷設が行われた。当時、本線は日本海岸沿いに敷設される予定であったが、地域の要望や予算等により、滝部駅と骨董井駅の二駅が内陸に置かれるような線形となった。国鉄時代には、夜中の3時代に東駅始発で出発する下関行普通列車が存在していた。夜行列車を除き、 全国で最も早い時刻の始発列車であった。もともとは短式、島式の複合型に面3線のホームを持ち、交換設備を備えた地上駅であったが、駅舎から一番遠い一線の分岐器・信号機が撤去され、線路が本線から切り離されたため、現在は相対式に面2線となっている。そのため、当駅で系統分断される列車同士の乗り継ぎには、 ホームの移動を伴うようになった。駅舎はもともと短式であった一番ホーム側にあり、二番ホームへは小串寄りの無外戸線橋で連絡している。ホーム上に待合室がある。かつては夜間退泊も行われていたが、当該列車の運転区間が小串駅までに短縮され、なくなった。長戸鉄道部が管理し、NPO 法人、環境未来下関方北支部が、 駅業務を自宅する簡易宅駅である。月、木、土曜日を除いて窓口営業を行っている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。下関市放北町の中心部に近く、当駅に並行する県道39号線を北東に約600メートル進んだところに、下関市役所放北総合支所があり、その周辺に商店、施設などがある。 前述した経緯により、海岸からは遠く離れた内陸部に位置している。各島は、隣のコットイ駅が、最寄り駅となるが、当駅からもバスで行くことが可能。日本国有鉄道旅客局、鉄道、航路旅客運賃、料金算出表昭和59年4月20日現行。AB、みんなで作る滝部駅。NPO 法人環境未来、下関。 2017年5月20日閲覧特定非営利活動法人環境未来下関山口県 NPO 法人データベース2017年5月20日閲覧かつて京都下関間に運転されていた長距離や交付通列車が廃止される際に末端区間で特に早朝の行商客の需要が高かった滝部下関間を存続する形で 運転されたのがこの列車であった。データで見る JR 西日本2021西日本旅客鉄道 P94。ありがとうございます。